どうもお疲れ様です。そっかちの久保でございます。ちょっとびっくりしたんですけども、体の間が入出勤停止になるって聞いたんですけども、メールを開いてみるとね、あ、そういうことなんだなってのがわかります。えー、タイトルでもありますけども、体の間アップデートに伴う 入出金停止に関するお知らせということでしたね。まあこちらコイントレードさんからのメールなんですけども、カルダネードのアップデートが9月23日金曜日6時以降に予定されているということで、えー、この期間はですね、カルダネードの入出金を行わないようお願いしますということになりました。停止期間が2022年9月22日19時から2022年9月26日19時までの予定ということでございます。で、受付、 え、再開日時は当社お知らせまた当社公式ツイッター等にて改めてお知らせしますということでしたね。えー、アップデートの状況により、上記の日程は前後することがあるのはやっぱり覚悟しとかないといけないかなってことでございます。で、停止する内容が表題にあったように、カルダイナの入金とか出金の停止ですよね。えー、この間は、 まあ、入出金を行えないようにということです。トラブルに巻き込まれる可能性がありますんでね。で、体の枝の入出金を除くサービスは通常通りご提供させていただく予定ですが、流動性の状況等に鑑み、サービスを停止させていただく場合もありますということでございました。その他ね、メールや、それから Twitter、Instagram などでお問い合わせください。うん。まあ、こういったお知らせが来るとありがたいですね。それにしても体の枝、もうちょっと頑張って値段上げてほしいなというところですけども、皆さんはどのように お考えでしょうか。それでは今回カルダネードのアップデートに伴う入出金停止に関するお知らせでした。